ビル・ブライトはアメリカの伝道者でキャンパスクルセード4、クライストの創立者。1952年に福音伝道に資するため豊かな人生のための4つの法則を作成。1979年に映画ジーザスをプロデュースした。オクラホマ州高枝に生まれた。彼自身は青年期を幸せない京都時代と描写している。彼は経済学位を得て、 ノースイースタン州立大学を卒業した。そして、ロサンゼルスに移りブライト、エスカリフォルニアコンフェクションズを設立した。1944年に、ハリウッド第一長老協会に通い、クリスチャンとなる。それからすぐにプリンストン神学校と、フラー神学大学で本格的に神学、聖書を学んだ。フラーで学生であったとき、 カリフォルニア大学ロサンゼルス校の学生と信仰を分かち合うことによってキリストの大宣教命令を広める運動をした。これは後にキャンパスクルセイドフォード4クライストへ発展する。数十年の間、ビルブライトと彼の妻は忠実にこの活動を続け大きく発展させた。キャンパスクルセードには現在190の国に2万人以上のフルタイムの スタッフと22万5千人以上の訓練されたボランティアスタッフがいる。彼は多くの著書とトラックと論文、パンフレットを表した。南部バプテスト連盟のビリー・グラハム氏はブライトの死に際して声明を発表した。彼は私が知る中でも稀なほど心に重荷を持っていた。世界選挙のための重荷を私たちの主イエスに対する彼の誠実、 高血、検診は、私のミニストリーの初期から、ずっと霊感と祝福を与えてくれた。ありがとうございます。